Hello， 大家好，又去我哋 Gameplay HK， 我哋玩呢只足球小将新手掘，喺去到第三周末呢一场就会爆机噶啦！多谢大家一直支持我哋啊！总决赛系对住主办国美国，亦都系呢一只 game 嘅原创球队嚟嘅。咁我今次个人物就冇第二周末嗰个成长得咁好啦，但系我都加到佢个力量去到91。絕招就布雷克射门，就是美国队嗰个大隻佬嘅絕招嚟嘅，睇下阵用唔用得着啦。喂，开波啦，应该都系好多劇情要交代，都话晒爆第三次机啦，所以相同劇情咧，大家睇翻之前第一次嗰次啦。今日の試合の勝敗は、俺がライアンを抑えて試合を支配できるかどうかにかかっている。ドイツの中盤、そしてブラジルのカルロスを一人で抑え込んだライアンのテクニックは、もしかすると。俺より上かもしれない。それに加えて、彼には相手のサッカーを見抜く頭脳と、味方を完璧に操る指揮能力がある。昨日から何度もシミュレーションしてみたけれど、どうしても勝てるイメージが湧いてこない。こんなことは初めてだ。けれど、やるしかないんだ。ここまで来て、負けるわけには絶対にいかない。何が何でも勝つんだ。勝って、優勝するんだ。翼、片桐さん、今日の試合ノートの52ページを忘れるな。え、翼くん、まあ、うん、分かった。それじゃあ翼、頑張れよ。交代第52頁嘅劇情有少少唔同。ノートの52ページ。さあ、翼くん、行こう。うん。ノートの52ページ。まさか、ロベルトが。冇错，喺场面睇紧你踢波噶，要帮巴西队报仇啊！翼くん，みんな、ちょっといいかな。お、どうした？みんなに聞いてほしい言葉があるんだ。これはロベルトが俺に残してくれたノートに。書いてあった言葉なんだ。え、今次同全隊解説第52頁嘅嘢喎。翼、なぜサッカーはこんなにも楽しいんだろう。世界中で最も愛され、親しまれているスポーツ、サッカー。俺が思うに、それは最も単純で、最も自由なスポーツだからじゃないだろうか。グラウンドに立てば、監督からのサインなど何もない。自分で考え、自分でプレイする。何にも縛られることなく、他の10人の仲間たちとただ一つのボールを目指し戦うスポーツ、サッカー。サッカーは自由だ。グラウンド中央、ボールを持ったらどうする？翼、何をしてもいいんだ。ドリブルしても、パスしても、シュートしても、何もしないで止まってだっていい。パスだって前にも横にも後ろにもどこだって OK。 それはドリブルだって一緒だ。翼、サッカーは自由だ。俺はそんなサッカーが大好きだ。だから翼にも、サッカーをやり続けるならば誰よりもサッカーのその楽しさを愛してほしい。へへ、ロベルトのやつ、いいこと言うじゃねえか。ああ、さすがブラジル代表の10番をつけていた名選手の言葉だな。サッカーの楽しさを愛するか。俺はライアンのプレイを最初に見た時からずっと違和感があったんだけど、その正体が分からなかった。でも今この言葉を思い出して、その正体が分かった気がする。え、ライアンのサッカーは効率的に勝つことを目的としたサッカーなんだ。相手選手のプレイを分析して癖をつかむ。相手チームの戦術を研究して隙を見つける。そしてその弱点だけを徹底的につく。自分たちがどんなプレイをしたいかじゃなくて、いかに効率の良いプレイで勝つかを最優先していて、選手はそのための駒でしかない。ライアンのサッカーの根っこはこれだと思うんだ。うん、なるほど。今日は決勝戦、勝てば世界一。
もちろん俺だって絶対に勝ちたいけれど、そのためにライアンと同じ考え方をしなくてもいいと思う。アメリカがデータと規律で勝負してくるなら、俺たちはその場その場で自分で考えて自由な発想で勝負しよう。こんな大舞台だからこそ、勝つことだけにこだわるんじゃなくて、もっともっと自分たちのしたいサッカーをして楽しんでいこう。翼、確かにさっきから僕たちはどうすれば勝てるかだけを考えすぎていた。そうだな、勝負はもちろん大事だけど、サッカーってのはそれだけじゃない。勝つことにこだわりながらも仲間とサッカーを楽しむ心を忘れない。そうだな翼、今年の夏俺はお前にそれを教わったよ。僕も翼くんの言う通りだと思う。みんなで力を合わせて楽しみながら戦おう。えっ、もう私から言うことは何もないな。みんな今まで培ってきたものを精一杯発揮してこい。そして思い切り大舞台を楽しんでくるんだ。はい。我日本队开会情况就系咁样啦，主要都系靠我智慧同大家讲翻，踢波最紧要有乐趣啊。さてみんな、今日は僕たちアメリカが優勝を成し遂げる日だ。你会唔会有咩误会咧？今日爆机啊！日本队要赢先可以过关噶。日本はアメリカが控え中心で戦ったプレマッチの時よりも確かに強くはなっているけれど、それでもまだまだ僕たちに届くほどじゃない。恐れることは何もない。この試合で君たちがなすべき任務はすでに伝えてある通りだ。それを正確に実行してくれれば間違いなく勝てる。完璧な勝利、そして優勝で今大会におけるプロジェクトクラウンの総仕上げを派手に飾るぞ。本当にそううまくいくかね。アズワン、何か言ったかい？別に、ただ今日の試合なんか嫌な予感がするってだけさ。アズワン、そんな非合理的なものを気に病むなんて、君はスクールで一体何を教わってきたんだ？なあライアン、予感ってやつはバカにならないんだぜ。ブレイク、君もか。一流のアスリートや勝負師にはチャンスやピンチを察知する能力がある。それはお前も知ってるだろ。ならばその予感とやらの根拠を僕に説明してみたまえ。その根拠に納得がいったら僕も考え方を改めようじゃないか。さあ、まったく、そんなくだらないもので僕の邪魔をしないでほしいな。僕のすることに間違いはない。今までもそうだったし、これからもそうだ。君たちはただ黙って僕についてくればいい。さあ、世界に僕たちの強さを証明しに行くぞ。お前の言いたいことはなんとなくわかるぜ。プレマッチで戦った日本と今の日本はやってるサッカーが根本的に違う。そんな感じがする。俺たちが実力で負けてるとは全く思わねえし、ライアンを信じてないわけでもねえんだが、なんだかこう気になるんだよな。ああ、さあ始まります。第1回ジュニアユースワールドチャレンジ決勝、日本対アメリカの一戦。超満員の場内はすでに試合前から興奮のるつぼと化しております。互いに強豪国を蹴散らして決勝の舞台まで上がってきた両国、まさに今一番勢いのあるチーム同士の対戦です。この試合の模様は世界中に中継配信されており、まさに世界のサッカーファンが注目しています。今日勝って世界の頂点に立つのはフィールドの先制君主ライアン君率いる開催国アメリカか、はたまた日本が生んだサッカーの天才児大空翼君率いる全日本ジュニアユースか。一瞬たりとも目を離せない好ゲームが期待されます。
世紀の一戦は間もなくキックオフです。さあどっちが勝つのかな。予想ではアメリカが断然有利だけどな。だが戦ってきた俺たちは知っている。日本には底知れない強さがあるんだ。おそらくどちらのチームも試合の最後の1秒まで気の抜けない試合になるだろうな。決勝戦いつ迎えても気持ちいいものだ。だって明日に力を残すことなく全てをかけて戦えるんだ。でも今日の決勝戦はさらに特別な感じがする。だってジュニアユースの世界一が決まる。最高の舞台で最高の仲間たちとサッカーができるんだから。今日の決勝は今までの中でも一番楽しんで、そして勝つ。やあ翼大空、君たち二人との勝負楽しみにしているよ。今日はよろしくライアン。いい試合をしよう。いい試合？君たちと僕たちではいい試合は難しいんじゃないかな。それはこれまでの日本のデータからも明らかだ。断言しておこう、君たちが勝つことは 100% ない。先に準優勝おめでとうと言っておくよ。我话你咩后边可唔可以讲翻啲嘢串翻佢啊？喂，嗱，志伟仲系好有风度嘅，对住佢笑。今の笑顔は何だ？あまりの実力差に絶望して開き直ったのか？ライアン、今日の試合で見せてやろう。俺たちの本物のサッカーを。今场有一个任务啊，就系、话如果我哋装咗个分析射门呢，射波嗰阵个评价有 A， 就可以送一个插花脚幻觉嘅超级射球俾我哋嘅。不过我觉得其实几难，因为个守门员第一就好劲啦，第二咧其实嗰个分析射门又未必真系咁容易射得入噶。唔紧要，照试下，照装啦。如果之前冇装呢一招咧，就会问你会唔会替换，咁我哋可以答 yes 啦。ここスタークラウンスタジアムは興奮のるつぼと化しています。最后一场噶啦，望埋个出场先。センターラインを挟んで両チームにらみ合い、開始の笛を待ちきれないといった様子。選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情。日本队咁，我哋个角色咧系前锋嚟嘅，隔篱有小志强，中场有志伟、麦泰来、立花兄弟，后防有好强劲嘅组合啊，早田成、松山、刺藤同埋梁仔，守门员当然系林元三啦。日本队好劲嘅莱昂都系中场同阿志伟嗰个位置一样嘅，咁另外一名射手大只佬布雷克咧系前锋嚟噶，守门员艾斯文就系第三个比较出名嘅角色啦。正式开波啦！蓝色衫左攻右就是日本队啊，即刻改翻个进攻战术。究竟有几难打呢？最终 boss 啊，美国队交到俾智慧嚟一个剧情望一望先。Note の52ページ都系关于卢比道嗰个剧情嚟嘅。片桐さんにノートを見てもらったことはあるけど、ページ数まで覚えているはずはない。つまりロベルトは。ロベルトはこの試合を見てくれている。俺の試合を見てくれているんだ。好啦，谂晒所有嘢啦，专心啲啊，志伟。好兴奋咁叫咗出嚟啊！喂，过到啊，嗱，过多个先嚟啦！一身猛虎射球可以扣到几多精神啊！四眼仔断脚噶喂！太唔公平啦！咁劲嘅守门员，仲有个四眼仔波手啦，瞓低咗啦，命都唔要都有嘅。最紧要攞翻个波，好，志伟，哎呀，俾阿莱昂撞一撞，喂，歪咗歪咗，刺藤大镬啦！哎呀，唔紧要，我哋要信林元三啊！
一人救一球。これも取った。地波稳阵啲啊！カズオ君、パスを回す。パスを出します。上嘅睇来。見せかけてパス。よし、ジャック君。攞得靓。スライディングカット。ドリブルと見せかけてパス。翼君。我继续用小志强试一试，后防空虚啦！嗱，哎呀，但系储得下啫，普通嘅猛夫射球，好潇洒啊！对面再嚟到剧情会唔会串我哋咧？吓 ！Play match 嘅时から大して進歩がないじゃないか。真系串我哋头先出咗招咧，普通嘅猛夫射球。こんなシュートしか打てないチームが。よく決勝まで来られたもんだな。くそ、あの野郎、バカにしやがって。翼、絶対あいつに一泡吹かせてやろうぜ。ああ、言われたままで終わってたまるか。お前も根っこはストライカーだな。もちろん、越える壁は高い方がいい。一度やられた相手、望むところだよ。ああ、プレマッチでやられた借り、ここで返してやろうぜ。はい、不会被他们挑衅到的。あの二人、シュートを止められてなぜ楽しそうなんだ。全く理解できないね。何が虎だ。喂， OK 喎，嗱，佢精神得翻三分二到，都系我哋攞到波啊。加翻后先，智慧分波，哇，出型出型，哎呀，有剧情。我啦，諦めたりしないぞ。ゴールを奪えないキーパーなんてこの世にいるわけないんだ。行くぞ、ヒューガ君。翼、お前もあのキーパーから得点を奪うにはあれしかないと感じたのか。今の俺たちならできると。お、翼！好啦，可以睇到智慧同埋小志强合体技啦。パントキック、どこまで運べるか。我俾个大只佬攞到。好波，重新。松山君，ロングボールを送る。素早くつなぎます。喂喂喂喂，咁唔小心嘅喂。君の力を僕に見せろ。それ。それ。可以攻啦，今次。小志强，喂，唔好悭钱啊！哎呀，得翻自己啫。五入啊！嗱，中你射球其实系有机会可以凹死噶，都会。俾我哋咁好，我哋好好把握啲球啊！落门松噶。哇，好多人啊，黐线噶！哎呀，都系俾人撞低。对面大只佬攞到波啦！哇，好快啊，莱昂！好，大只撞大只，一个扭晒你哋啦，扭多个，争个，到啦喂，行入心脏地带，佢出型啦又，喂，接唔到啦，后生咁串噶啦，一比零。系冇射唔入嘅龙门啊！喺只 game 度，只要射多几次就得噶啦！我哋睇多次有几惨啦！佢连人带波喺20分钟咧，日本队领先一粒啊！开头好有威势嘅美国咧，系落后紧啊！喂，好快连过两个。过埋梁仔添，嗱危险啦！我哋会唔会俾人又追一粒咧？好彩个头锤冇乜威胁啊，仲要中埋个越位添，对面太好彩啦！我哋全日本ここからフリーキックです。石崎咁啊，虽然我哋领先，但一粒系唔够噶。话晒最后一场点可以踢满波咧？哎呀，咁大力嘅，攞到啊！喂，射得啦，冇乜气，哎，真系冇力啊！
我突然见到原来对面龙门剩翻三分二嘅精神喎。不如我哋智慧嚟起脚啦，好嘛？可以草啦！你冇机会甩死佢啦，或者扣佢精神。一网啊！竟然喺呢场发挥威力啊！新冲力射球甩死龙门。仲要呢球系扭过莱安噶喎，开头系威系细，估唔到咁快2-0啦！上半场27分钟啊，咁我哋个 V 松咧都系 keep 住嘅。莱安攞到波有 V 松，嗱而家啲危机嘅话咧冇事，就将化解咗啦。咁上半场得翻少少时间嘅啫，哇！哎呀，莱安攞到波麻烦啦，都好彩由智慧攞翻。咁其实而家交交下波冇乜时间，佢 V 松都嘥咗嘅。哎呀，射唔到添。各位上啊！林元祥可唔可以起到脚呢？分析射门，我吹鸡啦！上半场领先2-0嘅日本队。アメリカは強い。だが、日本もそれに負けていないとてもいいチームだ。翼だけじゃない。俺が3年前に日本で見ていた選手たちも大きく成長している。君たちも翼と共にあれからずっとサッカーを続けていたんだな。いい前半だったな。さすが決勝戦という試合だ。ええ、そうですね。ロベルトさん、片桐さん、ロベルトさんのアドバイス、試合前に翼に伝えることができました。ありがとうございます。前半の翼たちのサッカーを見て分かりました。ええ、翼だけでなく日本の選手たちみんなが感銘を受けていましたよ。ちくしょうちくしょうちくしょう。有人欢喜有人愁，上半场呢阿莱安嬲到咁样啦。なぜだなぜだなぜなんだ。僕がこの僕があんな奴らに遅れを取るなんてありえない。ありえるはずがないんだ。あるじゃねえか。だから今負けてるんだろうが。何？ライアン、お前は日本を見誤ってるんだよ。僕が、この僕が間違っているだと。そうさ、あいつらのサッカーを見て何も感じないのか。理屈に合わない、それだけだ。これだから天才ってやつは。じゃあ教えてやるよ。日本がこんなにも強いのはな、勝つことだけを目的にしていないからだ。勝つことを目的にしていない。そうじゃねえ。日本の選手も勝利は目指してる。誰よりも強く勝ちたいと思ってるはずさ。けどサッカーの自由さ、そう、サッカーすること自体も同時に楽しんでいるんだ、あいつらは。竟然連布雷克都咁心水清は。選手一人一人がその場でプレーを判断して、味方はチームメイトを信じて連携する。日本がしてるのはそういうサッカーなんだ。そんなサッカーがあるのか。それにしてもライアンはなぜあんなプレースタイルになったのだろう。これは私の推測ですが、おそらくライアンはサッカーで負けたこと、いや負けそうになったことすらないのでしょう。うん、彼は大きな才能を持っています。一人で11人と戦っても勝ててしまうほどのサッカーの超天才です。だから彼には勝つために協力し合う仲間が必要なかった。
味方は自分の足となる駒であれば十分だった。そして自分に近い才能を持つライバルもいなかった。相手のプレイ全てが想像の範囲内で簡単に対処することができた。ピッチ上の何もかも思い通りに動かして、ただ一人でサッカーをして勝つことができる。その結果が今の彼なのではないでしょうか。なるほど、巨大すぎる才能を持つがゆえか。ってことは俺ももしパスカルに会わなかったらああなってたかもしれないのか。俺ってラッキーだったんだな、パスカルに出会えてさ。ディアス。そう、もしかするとあれは石崎や美咲、若林やヒューガのような仲間や好敵手に出会わなかった翼の姿なのかもしれない。ということは。なあライアン、どうやったら今の俺たちで日本に勝てる。咁究竟有咩方法呢？美国队会改变策略呢？無理だ、彼らのサッカーは僕では予測できない。だと思ったぜ。だったらしょうがねえ、俺が教えてやるよ、今の日本を超えるサッカーをな。今の日本を超えるサッカー？バカな、そんなものあるはずがない。あるさ、俺たちがお前の予測を超えるプレーをすればいいんだ、今の日本みたいにな。そんなことできるはずがない。おいおいライアン、そりゃないだろう。日本の連中にできたんだぜ、なんで俺たちにできないって思うんだ。相信你嘅队友啦，莱昂。アズワの言う通りさ、翼たちはいい選手だけど、俺たちはもっといい選手だろ、違うか。それは確かに、データ上は僕たちの方が能力は上だ。だけど僕は日本みたいなサッカーはやったことがないし、それに僕は君たちを。そういやライアン、昔俺たちと最初に会った時にお前言ったよな。もし君たちが実力をつけて僕の要求通りのサッカーを実践できたなら、僕が君たちを世界一に導いてあげるよ、必ずね。あれは嘘だったのか、できもしないことを俺たちに約束したのか。そんなことはない。じゃあ言い訳しないで全力を振り絞ってやってみせろよ。俺たちはいくらでもついていってやるからさ。え？大丈夫ライアン、俺たちならできるさ。お前は俺たちのことを俺たち以上に知ってるし、俺たちもお前のことをお前以上に知ってる。だってずっと一緒にサッカーしてきた仲間だからな。ま、そういうことだ。ブレイク、アズワン、俺たちはみんなお前を信じてる。だからお前も俺たちを信じてみろ。そうだぜライアン、どんなプレーだろうが指示だろうが俺たちはついていくぞ。ああ、日本を倒して世界一になろう。ライアン、俺たちもやってみようぜ、日本みたいに選手全員で作る創造的なサッカーを。みんな、そうだ、今のアメリカの選手はみんな世界一を狙えるだけの実力を身につけている。世界一になるための力と強さを持っていないのはむしろ僕の方だ。そして彼らはまだ僕を信じてくれている。ならば僕も成長しよう、世界一になるために。そしてみんなとの約束を果たすために。みんな後半は全力で自分の思うプレーをしてくれ、僕がそれをフォローする。そして僕も全力でプレーする。みんなフォローを頼む。おうよ、任せとけ。
あっちに翼がいるなら俺たちにはライアンがいる。勝つのは俺たちアメリカだ。咁美国队就痛定思痛啊，落后紧两球要改变一下。嗱，我哋射门1000次，美国得2次嘅啫。僕は今まで見誤っていたんだ。自分を、相手を、味方を、そしてサッカーを。僕は相手を分析し、それに勝てるように僕の考えたプレーを味方にさせてきた。それは過去のデータから相手の限界と味方の限界の枠を決めて、その枠の中で戦うという方法だった。今日初めてそれが通じない相手に出会った。日本は試合の中で成長し、自由な発想で僕の決めた限界の枠を超えてくる。ならば僕もチームメイトを自分の考えた枠にはめるのではなく、もっとチームメイトを信じて自由な発想を引き出して、そして日本を超えるサッカーをしてみせる。行くぞみんな、アメリカの本当の実力で日本を倒すぞ。臨開波下半場都要睇睇對白，正式開始啦。我睇下換邊之後美國隊有咩新嘅策略啦嚇。咁我哋日本隊咧都係 keep 住係進攻陣型嘅。喂，過兩個危險啦，嗱，梁仔都過埋俾佢，可唔可以撞低佢咧？志騰，搞掂啊！喂，重生，其实我哋有招新招噶，之前未试过嘅。点解不如我哋改一改嗰个阵型先？好波！今こそ僕と勝負だ。ワンタッチで送る。上がりたい。ここはパスに切り替えた。ドリブルを見送る。機会嚟啦，喂，小志强翻嚟，见到你啦。每次爆机最后一场先出到嘅。一球搞掂，喂，3-0啦！大智慧今场入2粒啊，加埋。嗱，估唔到美国队咁好士气啦，翻咗去更衣室之后咧，都系要入多球啊，俾我哋日本队。嗱，呢一招之前未出过嘅，咁所以对面点分析咧，都了解唔到我哋嘅威力啊。前锋的秘密兵器，最大最强的シュートが爆発。真系多剧情啊，今场好多啊。いや。ネオドライブシュートとネオタイガーショットが合わさった究極のシュート、ネオドライブタイガーツインシュートだ。やったやったぞ日向君。ああやったな翼。しかしまさかライバルのお前とこのシュートを打つことになるとはな。すげえぜ二人とも。俺たちのツインシュートよりはるかにすごい揺れとスピードだった。まさに二人の努力の結晶だな。何だったんだ今のは。ああ俺もさすがに驚いたぜ。まったく君たちと来たらあれくらいでうろたえるなんてね。おいおいお前も見ただろう。決勝のこの状況で向こうは秘密兵器まで出しやがったんだぞ。ブレイク、アズワン、彼らにできたことなら僕たちにもできるはず。想偷袭喂だろ。彼らが新しい力を発揮したならそれは僕たちの可能性が広がったとも言える。うろたえてないで、僕たちなら何ができるか考えたらどうだい。いいぜ、この俺がやってやる。見てろ日本。アズワン、次は止めてくれると信じている。頼んだよ。信じている、頼んだか。お前がな。分かった、期待には応えてみせるさ。さあみんな気持ちを切り替えろ。
勝負はまだこれからだ。お、看来是不是这两条友真的会有这合体技呢？嗱，我就不如领先三球咧，试一试，睇下可唔可以将重生嘅绝招拎出嚟俾大家望一望啦。望望球员啲位置先啊！重生应该仲喺后边。哇，好厚啊！嗱，我哋推上啲。再加翻后，哎呀，重生抢唔到啊！叶文帮我顶住佢，好在交咗左边，好嘢，智慧真系勤力到爆炸。喂，但系点会咁噶？喂，哎呀，好在出普通嘢啫，佢唔系用大技。再嚟劇情啊，真係好多啊！本当によく動くゴールキーパーだ。其实係因为你冇用大技啫，用大技可能入咗。単純に威力が足りねえんだよ。威力さえあればゴールキーパーの手なんか吹っ飛ばせるんだ。僕の体格を見て物を言ってくれ。君と同じことができるわけが。は？どうした、ライアン？ブレイク、少し耳を貸せ。本当にそんなことできるのか。僕を誰だと思っている。むしろ僕にしかできないだろう。どうだい、試す価値はあるはずだ。面白そうじゃねえか。よし、やってやろうぜ。え、佢哋咁样会有新招啊？即系其实真系有合体技啦，两个新招都一样名嘅。好啦，要小心啊，林远三。哇，成架货柜车埋嚟啊！见唔见到啊，各位？哇，逼得好紧啊，对面。啊，咁嘅喂。佢嗰招系咪就系嗰招射门假动作避人？哎，又立到俾佢哋，弊啦！冇力嘅，好彩。有冇机会扭晒咧？冇得。喂，得啦得啦得啦，起脚啦可以。尽咗力噶啦，都系拦唔到啊！艾斯文啊，下半场去到十八分钟噶啦，重新，仲有冇人可以拦住佢啊？喂，智伟，弊啦喂，危险！好啦，咁就用咗一个 V 送去接咗呢个布雷克嘅射球啦。咁啊，试一试智慧大脚，要接佢。其实都出得普通招嘅啫，所以咁样交又唔系话真系太好。ここは抜かせません。ドリブルと見せかけてパス、パスを出します。ヒューガ君、ここからチャンスを作れるか。アレック、ここは抜かせません。好啦，準備去攔截啦。OK。ここで止めた。ドリブルと見せかけてパス。わあ、飛咗小智強。喂，唔好再俾佢大只佬。得喂，哎弊啦，又嚟。哇，佢哋出到啊！追翻粒啦！非常之难去拦截到佢啊！仕方ね、勝ったんだ。仕方
ダメだ。距離仲要超远都可以入咯，癫噶！可唔可以专心踢波？太多剧情啦！ここでライアン君とブレイク君のコンビシュートが炸裂だ。さすがの日本もこれは止められません。アメリカにはまだ底知れぬ力があります。すげえぞライアン、思いつきと思えないほどうまくいったな。はい、チャオは不是諗啊，跟我哋日本队嘅。まあ僕がやったんだから当然だね。おいおい、なんかとんでもないシュートだったな。你怎么赢得上来吹水？僕のシュートの弱点である威力をブレイクのパワーで補強してもらったんだ。単純に言えば僕のアナライズシュートにブレイクシュートの威力がプラスされたシュート、そう止められるものじゃない。それを試合中に思いついて実行したわけか。さっきまでの俺たちじゃ考えられなかったな。へっ、今のシュートが新生アメリカの象徴だぜ。名前はそうだな。え、お前が名付けるのかよ。よし、ジャスティスブレイクだ。これ以上ないくらい強そうだろう。あ、お前そうやってまたブレイク。僕の要素はどこに行ったんだ。え、細かいことは気にするな。ジャスティスブレイク決定だ。まあ名前でサッカーするわけじゃねえしな。気持ちよくプレーできるならあいつにはそれが一番か。何にせよ僕たちは日本に負けない新しい武器を手にしたんだ。僕らアメリカは負けやしないよ。好強啊，对面呢招，希望快啲储翻个 V 松先，保保命。すさまじいシュートだった。それにあの連携はそんな一朝一夕の信頼でできるものじゃない。これが本当のアメリカの強さか。嬉しいよ。有劇情喂，第二个啦喎。ここで得点したのはキャプテンのライアン君。しかしこの1点はどうしたことか。この試合までの計算された冷静なプレーにどこか勢いも加わり、より洗練された印象だ。感謝するよ日本、僕の可能性を引き出してくれたことをね。僕の本当の実力、いや進化した僕たちのサッカーはここから始まるんだ。ナイスゴール。お前も調子が出てきたじゃねえか。だがすまねえ、俺が完封されてなきゃもっといい試合展開だったろうに。アメリカのエースストライカーの君をこのまま無得点で終わらせるわけにはいかないな。ライアン、これでは君のせいで司令塔の僕が無能に見えてしまう。あのな、冗談だよ。行くぞブレイク、君の一点僕が何としても演出する。そして一緒に優勝をつかもう。おお、やってやろうぜキャプテン。今の一点で確信した。アメリカチーム全体の雰囲気が明らかに良くなっているけど、この雰囲気に飲まれちゃダメだ。取られたら取り返す。俺たちもやってやるぞ。好啦，要防守翻好啲啦，我哋。全日本この作戦指示が功を奏するか。ヒューガ君、それ。喂，重山，重山，哎，有下次人咩？智慧，哎呀，威惨啊！废啦 ，V 松添啊，对面。照顾晒人上啦、啊，竟然唔够快。又俾个电脑攞咗。好啦，有得球啊！喂，好彩我哋呢边都有人唔要命啊！
まいこわ、まあ、搞掉咗噶喎，どうだってんだ。咁咪嘥咗立花兄弟嗰条命。仕方ねえ、勝ったんだ。仕方ねえ、勝ったねだ。嗱，我系第一次咧见到挡到嘅波咧都可以入到噶，系咪要阿刺藤嚟挡先得咧？扭啦，保持三分钟得分三十秒嘅啫，唔系三十秒俾你追到系嘛？搞掂！哇，尾嗰两粒佢真系追得劲夸张啊！美国队好彩都赢到啫，3-2。不过可惜开唔到重生嗰招新招出嚟啊！我个射波评价得啲，但系其实我起到脚，不过好难入咁解嘅啫。都算 OK 啊，总体嘅评价有 S 啊，攞到个 super success 翻嚟嘅。優勝だ！全日本ジュニアユース世界制覇達成！計埋今次第三次啦，我哋。勝った。優勝。俺たち勝ったのか？翼くん。世界一だ！世界一になったんだ！今イレブンが翼くんの元に駆け寄ります。哎，呢度真系有啲唔同啊！真系行去队长嗰度呢个镜头。やった！勝ったぞ！優勝だ！俺たちが優勝したんだ！全日本が優勝したんだ！翼、お前ってやつは本当にすげえやつだよな！こっちくしょうめ！みんな、今次真系靠啊队长啊智慧啦，因为佢计埋咧入咗两粒，小志强一粒。いや、これはみんなのおかげだよ。これはみんなの力で勝ち取った。優勝なんだ！世界一、俺たちの夢は叶ったんだ。よかった。サッカーをしてきて本当によかった。おめでとう、日本。今日のところは素直に祝福しよう。優勝か、すごいや。さすがだぜ翼。日本、優勝にふさわしいチームだ。若林のいる日本がわしらの敵を取ってくれたな。あ、日本強かったな。さすが俺のひいおじいちゃんの国だ。町内からもご覧の声援、拍手喝采です。負けた、この僕がサッカーで初めて負けた。ちくしょう、世界一まであと一歩だったっていうのによ。よりによって決勝で負けるなんて、こんな悔しいことがあってたまるか。悔しさはさっさと吐き出すに限るぜ。ほら、ライアンもやってみろよ。それが、実はあまり悔しさが湧いてこないんだ。なんでだろう。それやっぱり力いっぱい戦ったからじゃねえの。勝って楽しいのもサッカーだけどよ、負けても力いっぱい戦えば楽しいのがサッカーさ。そうか、そうなんだな。よし、それじゃあ日本を祝福しに行こうぜ。それがスポーツマンシップってやつだ。泣いています、全日本ジュニアユースの選手たち。思い思いの考えにふけっています。この時を迎えるまで個人としてもチームとしてもきっと様々な苦労や困難があったのでしょう。しかし
それらを乗り越えて彼らは今世界一の栄冠に輝いたのです。ジュニアユースワールドチャレンジ優勝、まさに日本サッカー界の快挙です。おめでとう全日本ジュニアユース。日本優勝おめでとうライアン。プレマッチの時はあんなにひ弱だったくせに、今じゃ俺たち並みにたくましく見えるぜ。あの時お前たちが世界の壁の高さを教えてくれた。だから俺たちは強くなれたんだ。礼を言わねえとな。今になって考えりゃ、あの時もっと本気で戦って完全に心を折っておくべきだったな。たとえあの時10対0で負けていたって、俺たちの心は折れたりしなかったさ。けじゃどうしようもねえじゃねえか。しゃあない、祝福してやるぜ。おめでとうよ。今日は僕の負けだ。君は僕が考えていたよりずっとすごい選手だった。素直に認めるよ。改めて優勝おめでとう。好在最尾我哋个角色都俾佢提一提个名啫。今日は僕たちが負けた。だけど次は僕たちが勝つ。次はワールドカップで会おう。有冇呢只 game 会延伸到去世界杯呢？系非常漫长嘅事嚟啊！もちろんさ、その日を楽しみにしているよ。ほらお前ら、俺たちを応援してくれたお客さんたちに挨拶しに行くぞ。今回は優勝を届けられなかったけど、次は必ず優勝する。それを誓いに行こう。はい。日本より一足早くピッチを去りますアメリカジュニアユース。その準優勝チームアメリカに今健闘を称える拍手が場内から湧き上がっています。みんなすまない、僕はみんなとの約束を破ってしまった。ああそうだな、しっかり責任は取ってもらわないとな。分かっている。だから僕はこの試合を最後にキャプテンを辞めるよ。はあ、何言ってんだ、そんなの逃げじゃねえか。許すわけないだろう。え、そうだぜライアン、お前が本当に責任を取りたいなら次の大会で俺たちを率いてアメリカを優勝させるんだよ。ブレイク。そうそう、俺たちを引き入れるのはお前しかいないんだ。逃がしてたまるかよ。アズワン、俺たちの新しいサッカーは今日始まったばっかりなんだ。もっともっと一緒に鍛えて、一緒にサッカー楽しんで、今度こそ優勝しようぜキャプテン。そうさライアン、俺たちのキャプテンはお前しかいない。これからも一緒にやっていこうぜ。みんな、わかった。僕はやるよ。みんな、僕についてきてくれ。そして次こそ、絶対に優勝して、みんなで喜ぼう。おう！僕はこれまで、チームを勝利に導くために必要だと思うプレーをして、チームメイトにも指示を出してきた。けどそれは、チームを勝たせることのみが目的の、僕にとってもチームメイトにとっても窮屈で不自由なサッカーだったんだ。サッカーは勝敗だけじゃない、大事なのはピッチ上を自由に駆け回ること、仲間と一緒に一つのボールを追いかける、その楽しさなんだ。そんなサッカーの原点を、そして仲間の大切さを君たちは僕に教えてくれた。ありがとう日本、君たちにはいずれ必ず恩返しをするよ。その日を楽しみにしていてくれ。さあこれより第1回ジュニアユースワールドチャレンジ閉会セレモニーが始まります。その栄光の初代王者日本が今大歓声に迎えられて入場です。振り返れば日本はここまで苦難の連続でした。プレマッチでは世界の壁にぶつかり
チームの雰囲気も決して良くなかったと聞きます。そして始まった大会の予選リーグも優勝候補に挙げられる強豪揃いのリーグに入り、厳しい戦いを強いられました。その予選に勝ち残って臨んだ決勝トーナメントでは、南米の雄アルゼンチンと欧州の伝統国フランスを激闘の末に下し、そして今日、新進気鋭の大会開催国アメリカに勝ち、ついに栄冠を手にしたのです。この厳しい戦いに勝利することができたのは、選手たちのピッチ上での懸命なプレーだけが理由ではありません。試合に出ている選手も出ていない選手も、チームの全員が世界一への熱い思いを抱き、一丸となって戦ったからこその結果なのです。全日本ジュニアユースの優勝、それはまさにチームワークの勝利です。優勝チーム代表大空翼くんに今優勝カップが手渡されます。やりました、日本、ついにジュニアユースクラス世界一に輝きました。スピーチって言われても困ったな。翼くんが思った通りのことを言えばいいんだよ。うん、皆さん大きな声援ありがとうございました。僕たちはこの大会に優勝しようと頑張ってきました。その夢が叶って今嬉しさでいっぱいです。だけど僕たちの本当の夢はワールドカップに優勝して真の意味で世界一になることです。日本のワールドカップ優勝、それは一生叶わない儚い夢かもしれない。でも夢を追うことは自由です。そして夢に向かって頑張ることは素晴らしいことだと僕は信じています。俺たちはいつまでもその夢に向かって走り続けます。そして注目の大会 MVP は、 MVP 会不会又是我们角色呢？日本の、いや世界のサッカーの申し子、大空翼くんだ。今次终于是智慧啦，实至名归啊。俺が MVP？ 本当に？おめでとう翼くん。やったな翼。いつかこんな日が来るって思ってたぜ。さすがだよ翼くん。本当に大したやつだぜお前は。ライバルとしては少し悔しいが、チームメイトとしては祝福するぜ。おめでとう翼。みんな本当にありがとう。そして今大会の得点王は、日本、いや世界の猛虎、日向小次郎くんだ。おめでとうございます日向さん。日向さんなら絶対にナンバーワンになれるって信じてました。ああ、ありがとうよ。だがこれはまだ俺の夢の第一歩に過ぎない。背番号9を背負って世界一のエースストライカーになるその日まで俺は走り続けるぜ。射手就是小志强，其实我们角色都射了很多波噶。翼くんの見事な優勝スピーチの後は、全日本ジュニアユースチーム選手たちのビクトリーランです。入りたまえ。失礼します。ライアンか。すみませんカージナルさん、僕のせいで今大会における計画が台無しになってしまいました。台無し？何を言っているんだ。プロジェクトクラウンは問題なく進行したじゃないか。え？プロジェクトクラウンの目標はアメリカのワールドカップ優勝。今大会を開いたのはそのデータ集めのためだ。そして今の試合で将来我々の前に立ちはだかるであろう日本のデータを取ることができた。さらに日本を通じて君はアメリカサッカーの新たな可能性を知ることができた。これは取りも直さず戦力の強化につながる。今日の試合に負けたこと、
そして優勝できなかったのは残念に違いないが、計画の目的という点では十分な成果だ。それを台無しとまで言ってしまうのは少々欲をかきすぎだぞ、ライアン。はい。君ならば今日の試合から学んだことを生かしてアメリカチームをさらに強化できるはずだ。もちろんです。そのイメージはすでに頭の中にできています。うん、ならばそれでいい。今日は疲れただろう。帰って休みなさい。はい、失礼します。ああ、ライアン。何でしょう。彼はどうだったかね。彼は素晴らしい選手です。難得你睇得上我哋，多谢晒。僕のライバルです。そうか、分かった。それでは。我跟住翻返去日本北海道富良野国中嗰边啦。今日で学校に来るのも最後か。卒業って言われてもあんまり実感ないけど。私はもっと実感がないわ。そりゃそうだ、ついこの前までアメリカにいたんだもんな。お父さんの仕事が早く終わって日本に戻ってきたって聞いた時はびっくりしたぜ。でもよかったよな、キャプテンと同じ高校に行けることになってさ。パパ丑丑咁样啦，美子。若松お前な。それはそうと、来月からはお前がうちのサッカー部のキャプテンだな。2年生キャプテンだけどお前ならきっとやっていける。頑張れよ。我哋仲要成为佢哋嘅队长添啊。いや、お邪魔するよ。片桐さん、どうしてここに。今年の北海道大会のことで話し合いがあってね。それで近くまで来たから寄ってみたんだ。この時期に北海道までって大変ですね。日本サッカーのためならいつでもどこへでも出向くさ。今年の全国中学生サッカー大会は君や沢田、新田、佐野たちが中心になるだろう。彼らに負けないように頑張れよ。松山たちも高校でしっかりな。ええ、俺もこいつには負けてられませんからね。ああ、翼のいない日本をまとめるのは松山だと思っている。期待しているぞ。またユースの大会で会おう。最後俾大家睇埋重生嘅新招啦，系要储两格气先得嘅。真系开心啊！入咗富良野，又可以帮阿重生学咗招新招。再一次多谢大家陪伴我玩第三次爆机啊！所有球队都解锁晒，正式嘅结局嚟嘅。希望大家中意啦，记住 like 同埋 share 俾朋友睇，支持我哋。下次见 ，thank you， 拜拜。